こんにちは。皆さん、今日も私たちと一緒に歴史の奥深い世界を探求しましょう。本日のテーマは、新政府の外交政策と国境の画定。明治時代の新政府がどのような外交政策を進めたのか、そしてその結果、日本の国境がどのように変わったのかを解説していきます。まず、新政府の基本的な外交政策について説明します。次に、欧米諸国との関係、そしてアジア諸国、特に中国、朝鮮、ロシアとの関係性の違いを見ていきます。そして、最後に、西郷隆盛と大久保利通の考え方の違いを比較しながら、その影響についても触れていきます。1. 新政府の基本的な外交政策。明治時代の日本は長い鎖国政策から脱し、積極的に世界と交流を深める時代を迎えました。この大きな変革の背後には、明治新政府の基本的な外交政策が存在します。その外交政策は、日本の国際的地位を確立向上させることを最優先事項として捉えていました。まず、西洋の先進国との関係を強化するため、横浜、神奈川などの外交を通じて貿易を活発化させ、外国との交流を増やしました。しかし、単なる交流の拡大だけではなく、近代的な国際法に基づく正式な条約の締結を追求したのです。これは日本が国際社会の一員としての地位をしっかりと築くための重要なステップでした。1870年代に入ると新政府はさらにその動きを加速します。この時期に多くの国々と条約を結ぶことで日本の領土や国境を明確に確定させる努力がなされました。この国境確定の背後には、近代国家としての日本の地位を国際的に認知させる意図がありました。また、国内の安定と発展のため、明確な国境線を持つことが不可欠であったのです。このような背景から、明治新政府の外交政策は、西洋先進国と同等の立場を築くことを重視し、条約交渉や国境確定を積極的に進めていったのです。これは、日本が近代化の道を進む上での不可欠なステップであり、今日の日本の国際的地位の礎となるものでした。2. 欧米諸国との関係。明治時代、日本は急速な近代化と国際的な地位向上を目指しており、その過程で欧米諸国との関係は非常に重要な役割を果たしました。以下、その主なポイントを詳しく解説します。技術知識の取り入れ。明治維新後、日本は欧米諸国からの技術や知識の導入に力を入れました。これには産業革命で培われた製造技術、鉄道や電信などのインフラ技術、さらには近代医学や法律などの知識が含まれていました。この取り組みは文明開化とも称され、日本の急速な近代化の基盤となりました。留学生の派遣、新しい技術や知識を効果的に取り入れるため、政府は多くの留学生を欧米諸国へ派遣しました。これらの留学生は各分野の専門知識を学び、その後日本に帰国して、その知識を実践普及させる役割を果たしました。不平等条約の改正。幕末期に結ばれた不平等条約は、日本にとって非常に不利な条件を含んでいました。特に、領事裁判権や関税自主権の喪失は、日本の主権を侵害するものであり、これらの改正は新政府の最優先事項となっていました。明治政府は自国の近代化と強化を進めることで、欧米諸国と対等な立場での交渉を実現し、条約改正に成功しました。新たな友好関係の構築、不平等条約の改正だけでなく、明治政府は欧米諸国との新たな友好関係を積極的に構築していきました。これには国際展示会への参加や外交施設の派遣など、文化外交の両面での交流が含まれていました。まとめると、明治時代の日本は、欧米諸国との関係を通じて、自国の近代化と国際的な地位向上を進めるための、様々な取り組みを行っていました。この時期の日本の外交政策は、現代の日本が享受している国際的な地位の基盤となるものでした。3. アジア諸国との関係性。明治時代の日本とアジア諸国との関係は、欧米諸国との関係とは異なる独特のアプローチが見られました。以下、その主な特徴と背景を詳しく解説します。先進国としての地位の確立。19世紀末、西洋の列強国がアジアに進出しその影響力を拡大していく中、日本は
自国の独立と地域におけるリーダーシップを確立することを目指しました。近代化と西洋技術の導入に成功した日本は、自らをアジアの先進国と位置づけ、中国や朝鮮との関係で、その地位を強化しようとしました。領事裁判権の確立。領事裁判権とは、ある国の市民や商人が他国で犯罪や紛争に関与した場合、その人々が自国の法律の下で裁かれる権利を指します。欧米の列強がアジア諸国に対して持っていたこの権利を、日本も中国や朝鮮に対して持つことで、欧米諸国と同等の地位に立とうとしました。不平等な条約の締結。日本は、欧米列強と同様に、アジア諸国との間に、不平等な条約を結びました。これにより、日本は経済的政治的に利益を享受することができる一方、アジア諸国の主権を部分的に制約しました。地域の安定とリーダーシップ。日本は、地域の安定を図りつつ、アジアでのリーダーシップを確立することを目指しました。これは、西洋の列強からの圧力や影響を受けず、アジアの秩序を、自らが主導することを意図していました。明治時代の日本は、アジア諸国との関係を通じて、先進国としての地位の確立と、地域におけるリーダーシップを強化する方針を取りました。これは、日本が国際的な独立を保ちつつ、自国の利益を最大化するための、戦略的な取り組みでした。4. 西郷隆盛と大久保利通の考え方の違い。明治維新の中心人物である、西郷隆盛と大久保利通は、日本の近代化と外交政策の方向性について、異なる考えを持っていました。この二人の思想の違いは、新政府の外交方針の形成において、重要な役割を果たしました。以下、彼らの考え方の違いと、その背景を詳しく解説します。西郷隆盛の外交思想。西郷隆盛は、対外的な開国とともに、日本の国威を示すための強硬な態度を支持していました。彼は、西洋列強との交渉や、不平等条約の撤廃を目指す一方で、自国の価値観や伝統を保護し、国の独立と尊厳を守ることを強調していました。これは彼の尊王攘夷の思想からも見て取れます。大久保利通の外交思想。大久保利通は、外交政策において、現実的なアプローチを重視しました。彼は、時代の変化を理解し、西洋列強との関係を戦略的に築くことで、日本の国益を最大化する方法を模索していました。大久保は、外交における柔軟な交渉と協調を重視し、日本の近代化と国際的な地位の向上を目指していました。彼らの違いが示す新政府の外交方針の多様性。西郷隆盛と大久保利通の外交思想の違いは、新政府内部での外交方針の議論の幅を示しています。このような多様な意見が存在することで、新政府は様々な視点からの意見を取り入れ、よりバランスの取れた外交政策を展開することができました。最終的に日本の近代化と国際的な地位の確立は、西郷隆盛や大久保利通といった異なる外交思想を持つリーダーたちの議論と協力の結果、成し遂げられました。彼らの考え方の違いは、日本が直面した外交課題への多角的なアプローチを可能にし、国の発展をサポートしたのです。まとめ、今回、新政府の外交政策や国境の確定について深く探ってきました。新政府は、時代の変化とともに、外交の方針を柔軟に変えてきました。それぞれの関係国との違いや、当時のリーダーたちの考え方が、その政策の方向性を決定づけていたことを理解することが、この時代の日本を理解する鍵となります。今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。もし動画が役立ったら、ぜひいいねやコメントをしてくださいね。次回もまた、歴史の面白い話題でお待ちしています。それでは、また次回。